中小企業経営のネットワークがあります。それは主政クラブ。そんな主政クラブの中で特に活気がある東京上野。その代表の朝比奈さんにお話を伺いました。こんにちは、主政クラブ東京上野の代表の朝比奈でございます。よろしくお願いいたします。主政クラブは、異業種交流会ですが、全国ネットの会員制の、交流会です。東京は9会場、関東で18会場、全国で70会場で毎月一度経営者が集まり、自分たちの商材を持ち寄り、商売の販路を広げよう、売上を向上を目指そうというような会でございます。現在会員数がどんどん増えており、そういった中で中小企業の経営者が協力して、交流会を積極的に行っています。ぜひ皆さんも、主政クラブぜひ一度ゲストとして参加していただき、ご入会いただき、皆さんの人脈を活用していけたらというふうに思います。主政クラブは一人はみんなのために、みんなは一人のためと、大勢の人脈をそれぞれ協力し合って販路を広げよう、売り上げを上げようという会です。ぜひ皆さんもご参加してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。これからの主政クラブの活躍にご期待ください。